任期満了に伴う牧野原市長選挙が今日告示されました午後5時までに現職1人しか立候補せず無投票当選が決まりました牧野原市長選挙の立候補の受付は午後5時で締め切られ現職の杉本菊男氏のほかに届出がなかったことから無投票での再選が決まりました杉本氏は 市の総務部長や副市長を歴任した後前回2017年の市長選挙で初当選していました杉本氏は2期目の政策として東名高速のインター周辺の高台開発や移住の促進今年誕生した静波サーフスタジアム周辺のにぎわいづくりなどを訴えました牧野原市長選が無投票となるのは 2009年以来12年ぶりです。